測ったことある？変熱。ないです。測ったことないの？変熱知らない自分で。変熱五度なんぼやね。自分の。五度八とかもうちょっと低かったっけ？五度六。五度六。寒いな。寒がりやな。汗出る？はい。汗が出るの。うん。今見ててちょっとだけある。見て。ちょっと見てみよう。はい。少しこう内股、内股っていうかな、こうなんですよ。普通このぐらい開いたっていうか、こう開いてこうある。あなたの場合はこう、こうなんだ。こっちこうなんだ。内側。少し内股、立っとっても内股だと、こう、ちょっと動じらないね。で、こうやって開いたら、ここ間を上げて開いたら、おっさんみたいだから。まあ、開くんやったら、こう、こう閉じた状態で開くの。うん、そうそう、閉じた状態で開いたらおかしいんだけど、こう間を開けた状態で開いてたら女の人としてはちょっとおかしな感じ。でも足って本当はこうなってる、今みたいな感じになってる。それで歩くのが普通ねんけど、そしたら進行方向がここやから、これでいったら親指が一番最初に、最後まで一番最初にこう、親指が一番最初にこう床から離れるようになって、でもあなたの内側にすると一番最初に離れるのが親になりますけど、小指が最後に、最後まで床についてるんだけど、小指が最後まで床やったら床を踏みしめられない。だから歩く時は広げたら、ちょっと一回広げた、意識的に早く自分で、はいはい、そう、それで、はい、平行でもいいから、はい、どんどん、無理です、すごい無理みたいな。間上げたらこう、こう閉じとかない、閉じとかない。閉じたら、そう。閉じたら、はい、閉じて、そうそうそう。そう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 。閉じたで、難しいな。閉じたな。閉じたらダメ。ここの線があったら、こうやろ。こうやろ。こうやろ。わかりました。はい、入って。どんどん行って。見なくていいから、はい。大体そんな感じだ。そう、それで、それで、それで。はい。でそれでね、今度は歩くときにこう蹴って、はい、あ、そんな、ちょっとだけで、ちょっとだけ蹴って、はい、はい、蹴ってください、蹴って、はい、もっと速く歩いて、そうそうそう、はい、はい、こっち入って、速く歩いて、そう、それぐらい、それぐらい、はい、足の間、閉じて、はい、蹴って、そう、それで、はい、そのままずっと連続して歩いて、はい、そのままそう、はい、連続して向こう行って、はい、そうです、そのまま、はい、こっち来て、はい、もうちょっと歩いてね、はい、歩き回って聞いてね、体今暑い？はい、暑いやろ。はい、そうやって歩いたらすごい体熱くなってくるね。そう、下向かないで、はい、前見て、はい、どんどん前に、そう、うまい、はい、そうして歩いたら内股も治ってくるの。内股、あなたさんまだ気にしてないけど、ヒール履くようになったら、ハイヒール履くようになったら、不細工やから、内股直しとか、今のうち直しとかないかんや。そう、それで歩いて、どんどん歩いてあげて、体のあったかさどう、次向こう。体のあったかさどうですか？ちょっと暑い。いつもこれぐらい歩いただけで暑くなる？ならないやろ。この歩き方をするとすごい体温で上がってくるの。だから35度6分か知らんけど、その体温もこんな歩き方してると6度5分、6度6分、6度7分、6度8分ってこう上がっていくの、どんどん。上がればあなたはね、朝ね、目覚ましたらすぐ体が動くよ。今目覚ましても体動かないでしょ。ねえ、30分ぐらい？20分ぐらい？もっとどれぐらいかかる、大体小1時間ぐらい。まあ仕事なしに30分ぐらいで起きてるけど、もう何もまだできへんね。ただ目覚ましてちょっと座ってるぐらいでしょ、ぼーっとしてるね。はい、そうそうして歩いて、そう蹴って、そう蹴って、そんなうまくなってきた、そうです、はい、大体今平行ぐらいに歩いてるでしょ、はいはい、内股じゃない、はい、このまま行って平行ぐらいに歩いてるから、これがだんだん蹴れるようになってきたら、
平行からだんだん開いてくるから、ちょっとずつ。今は平行やけど、もともと閉じてる部分が平行になったぐらいやから、もうちょっとしたらね、ちゃんと蹴れるようになってきたら少しこうやって開いてくるから、もうちょっとだけ本当は開いた方がいいんだけどね。でも今、うん、今でも十分いけるけどね。女の子やからこれでもいいけど、はい、そうそうそう、どん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 いって、どん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 、はい、だいたい歩き方としては分かった、これね、はい、ストップ。